じゃあ亀井さん、今日、いろんな問題起きました、社会問題、はいはい、で、僕、私みたいにちょっと性格がひねちゃって、うん、もうわけわかんないで言い始める人もいると、うん、そういうものの社会問題にちょっと、うん、今からまとめてください。まあ、いいんじゃないですか、いろいろあって。あの、この間すごいあの美しい女性の歌声聞いた、うん、うっせぇわうっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ子供の頃から悪ガキでよよよ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ知ってるみんな、うっせぇわが今流行ってる、はい、かなりさん、うん、ちょっとだけさ、さゆくりだけ僕今恥かいたじゃないですか。恥かいてないですよ。だって俺はもう世の中の女性全部今敵にいました。今日恥はかいて、うっせぇわもう世の中の本当動物もうっせぇわって、うん、あ、俺ははっきり言ってやる。もう世の中の神人以外の女全部ブスだよ、うん、あ、はっきり言っちゃう。あとうちのチャンネルをチャンネル登録してくれてる子は美しい、うん、あとのは全部ブスもうこれこのキャラでやってる、本音で、うん、恥ずかしいよ、カメリーの姿勢は。そうなの、こんなみんなが見てる前でよう言わんですわ。ああ、そうかそうかそうか。いやでも、あの動画で再生されたら、もしね、100万再生とか言ったら一緒やけどな、そっちの方が見られてるから、うんうんうん。じゃあ、神にちょっと無理やから、ちょっとフォローしたって。フォロー、うっせぇわ、ちょっと。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。なんとか、なんとか、なんとかで。あなたが思うより。歌えるじゃん。歌ってよ。俺知らねえんだもん。一人では歌えんねん。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。あなたが思うより健康。なんで歌ってくださいね。ちょっと違うな。求めてるものと違うな。何か、うっせぇ、うっせぇ、違う、うっせぇわって曲が違うな。そうだもん、あのな、持ち歌なんかない。いやいやいやじゃねえ、これあんたの崇拝するチャギアスの憧れの人。あ、そうですね、アスカさん、アスカさんの、はい、一曲頼むわ。マジで無茶ぶりで弾いてるよ。高橋さん、ひどいわ、無茶ぶりが。一緒の手もしてるよ。これから特別なことをして、今だけやってるくるよ、今さら、これから、これからカメリンちなみに行こうかみたいな、こんなんやろ大体。そうですね、歌ってくれよ、替え歌でいいよ、歌詞終わってんだら。必ず手に入れたいものは、このカラオケを強引に歌わせる上司ってどうなんですかね。結構グーってなりますよ。いやいや、だって、ね、うちだってあれだもん、だって YouTuber だから関係ないですよ。YouTuber なんだねえ、そりゃ一般大企業と違う、うち YouTube の会社なんだから、こんなもん俺なんかあんたら二人 AV に出すっつって口説いてんだから、二人が OK だって俺撮影するよ、ね、AV でもなんでも。はい、わかりました、分かったよ。ねえ、セクハラですよ。え、セクハラ、ごめんなさい。言われたらすごい、もらえるの。よくわからんだよな。カメリンさんには俺もやっぱ尊敬してる人なんで。ああ、カメリンさんには謝っちゃう。しまらんわ、せんもちょっとなんか指名なのかも。え、最後歌でさ、終わりたい。事故とやもん、完全に。大事故。なんで再起不能ですね。なの、俺がひどかった、暴言ひどかった。いやいや、歌歌えないですよ。そんな歌ぐらいちゃっちゃって歌えんや、そんなもんバーンと。もうええ、もちろん恥ずかしいっていうのがあると思います。ただ、いやいやいやとか、はい、あと何かある歌、石村さんだったら何歌う、こういう時に最後エンディング一曲頼むわって歌わなきゃいけないと。いや俺もね、チェナイフと同じようにグッとくるんよ。なんか自分が歌いたい時に歌うんは全然なんかいいんやけど、うん、突然言われたらなんかこう、うん、そう、声が出んなる。俺も嫌だよ。いやだけどエンディングを、この今日のニュース番組のエンディングはそういう役どころだから歌決めて。あ、これから先
何か歌って締めるっていうことですか。まあ必要かもしれませんね、それは。まあガッツだぜしかないじゃん、もうガッツだぜ。いやもうちょっとその古いな、俺の趣味じゃない。いやいや、ウルフルズ、ウルフルズやろ。ウルフルズのパワーツーザパワーみたいな、ちょっと違うな俺。ガッツパワーツーザパワーって言うんですね。だってお前だ、カメインと喋っとってなる鍵打ちとったらそこでパワーツーザパワーって言うんだ。何それ。何やったあれ、何ですか言っとったよ。えあそこのこの間の動画の最後、二人の対談の最後の方でさ、向こうの方でさ、車庫の前でさ、おおみんなを盛り上げてくれチャガイフって、お前だけだよって、チャガイフ俺持ち上げたよ。そしたらチャガイフなんか乗っちゃって、その場で。そんな言いましたっけ。オーケーみたいな、パワーツーパワーとか言って、何やったんやろパワーツーパワーって。知り覚えてないですよ。自分で言ったよね、パワーツーパワーって。パワーツーザパワーってパワーツーパワーって言ったんだよ。スリープワオ、彼ね、ネガティブ、彼のネガティブはあなたの二人ポジティブに変えてやってくれ。Okay. ネガティブ思考。イングリッシュプリーズ。プリーズ。イングリッシュ。ネガティブフロムポジティブへ。ゴーゴーゴー。マルもネガティブ。Oh, yeah. 全部塞ぎ込んでる。ポジティブに変えてくれ、二人のパワーで。パワーツーパワー。ポジティブパワー。ポジパワー。ポジパワー。ゴー。ゴーゴーゴー。見返してみるよ、前回の対談。わかりました、わかりました。俺がやってやるみたいな。あ、本当ですか。あ、そんな時あったんですね。あ、もう無気力になった。いや、もう、あのカラオケのある強制っていうのが結構きますね、グーッと。あ、ごめんごめん、はい、でも歌わなきゃいけないですね。いや、もういいよ、歌わんでいい。いや、ちょっと対談取りたかっただけ。せっかくね、はい、カメリンさんなかなか会えないですからね、うん、多忙なんで、カメリンの多忙なんで、はい、うん、じゃあ最後にカメリンさんの夢を、将来の夢はちょっと聞いて。将来の夢、はい、将来の夢はお金持ちになることです。あー立派、はい、あとお花屋さんになることです。あ、お花屋になりたい。お医者さんにもなります。お医者さん無理、カメリン。お医者さん無理、あなたでは。お医者さんになる。いや、あなたは無理だよ。お医者さんは無理だよ。花屋さんはいけるぞ、カメリン。よっしゃ、じゃあ免疫の近くに花屋出すか。そうですね、花屋カメリンと俺が作ったるわ、はい、免疫の近くのところに。やらない。え、やらない。なんでやりたいっつったんや、お前。やらない。花屋さんは手が痛くなるからもうダメだよって言ってた、誰かが。いや、花屋を経営したいだけか。見ときたいだけか。わ、これは私の花屋で、私は作業しないと。そうかそうか。じゃあ次、他に夢は。本当、薬剤師です。大学でかいからね。いや、カメリン、それ勉強したらなれるけどさ、薬剤師もなれるし、ただお医者さんはちょっとカメリン無理かな。なれますよ。なれます。お医者さん勉強、大学出て免許取るの大変だよ。で、甘い世界じゃないよ、あれ。出れますよ、大学今からでも行けます。あ、だからお医者さんっていうので白衣を着て女医みたいなのちょっと憧れるんや。別に。あ、そうですね。手術をやりたいと思う。手術。手術。まあそれはだから勉強したなれるけど、もう。やっぱお医者さんになるんで。うん、なるんですって。外科医になりたいだね。30超えてから。包茎手術まずせんとかね。いやいや、もう簡単らしいね。下の方行っちゃったからまた。やっぱ、カメリンちょっとその会話の中に今石山さん下ネタ入れたじゃないですか。あ、これどう思いますか。その全然下じゃなかったのを無理やり下に持ってった今のどうですか。立派なセックス。セカラですね。まあカメちゃんまあごっこしかできへんですもんね、うん、お医者さんごっこね、うん、高橋さんとやればいいね。痛いとこどこで。いやそれはできんから、俺はあの今回ねちょっと雨が降ったから撮影しなかったんだけど、はいはいはい、地面濡れてるから土だから、はいはい、今回今日雨降ってなかったらあのあそこの外の河原の川の方を馬飛ばして行って、うんうん、またカメリンを地面にバーチャー張り倒して、うん、であんたがカメリン捕まえてジャイアントスイングしてぐるぐるって、はいはい、そこに俺が助けに行くっていうストーリー。あ、はいはい、あ、ほいでチャガイフをバーってで線の、まあ、全部俺がやっつけて、はいはいはい、それでカメリンを俺がもう一回足を持ってグラグラジャイアントスイングでそれやろうも撮ってないから。やらない、やらない、やらない。
また楽しみにしてもらうね。やばい、わかった。じゃあ最後専務して締めたのも飛んできたらいきなり俺絶対来んかった。今の方がいいか。じゃあいいよ別に。さあ締めはなんかちょっと会話が締まらんなと。もう時間がさ、うん、もう今日みんな5時だから、もう5時だから帰らないかんから、うん、ちょっと何かポッと。じゃあ最後ギョッサンの歌で。俺、うん、歌っちゃう。ご指名入ったよ。何の歌がいい。何がある。ポイズン。ポイズン。ポイズン嫌い。もう飽きた。あいみょん。あいみょん覚えてない。俺が今やってるのが香水とやってるのが、ね、ビッシュで猫。あ、猫がいいんじゃない。じゃあちょっとやるわ。ちょっとみんなちょっとあれがないから、あの音楽ちょっとかけれないから、ちょっとアカペラになるんだけど、じゃあちょっと俺が今一曲披露するから黙って聞いてて。ちょっと電話買ってきた。あ、もしもし。あ、はいはいはい。あ、はい。あ、ありがとうございます。あ、はい、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。生だ、電話かけちゃった。これ生だから今切れないから、うち生でやった。ああ、そうかそうか。ディッシュでちょっと猫ね、はい、ちょっと歌詞を、ちょっと歌詞一応出しておくわ。最近ね、俺結構歌うまいから、歌は自信持ってる。歌へこやつ多いから。あと歌う時に、まあ、俺下手なんだけど恥ずかしいとか言う人が多いのよ、うん、照れてる、ああ見られたらどうしようって、うん、それ全部会話して自分で歌う。いきますよ。俺のカメラ回ってる。回ってますね。夕焼けが燃えてこの街を踏み込んでしまいそうな日、僕は君を話してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ、だからこの僕も一緒に飲み込んでしまう。全然声出んかな。俺もあの浅倉未来ばりの美声で歌っとるつもりから声ガサガサで出んかな。飲み込んでしまう夕焼け、だけどそういかないよ、明日ってうざいほど来る、眠たいよりなんだ笑っちゃう、うちまで帰ろう、一人で帰ろう、昨日のことなど幻だと思う、君の顔なんて薄れてやるさ、バカらしいだろう、そうだろう。なんか森進一みたいな。いや、いなくなった日々もそのどうしようもないけどさ、もうちょっと違う、これちょっと違う、これスタンドバイに歌うわ。俺高橋っぽかったね。いや、あのね、あのイケメンの声が出ない。あの俺がやりたかったのは、あの甘い声でどうしようもないことやさ、麦くんしようやさ、あの甘いのやりたかったんだけど、もう喉が、喉と肺がぶっ壊れても出ない声、イケボの声抜くような声だね。そうそうそう、抜く声出ない、イケメンの。ちょっと俺の一番気に入ってる歌流すわ。聞いて。スタンドバイミー、聞いてください。When you say, that's time, and then you'll be there, and the moon, only we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just so long, and it's safe.Goodbye.
すだりだりせんばみよせんばおせんせんば Leave the sky and move on To the wind and wind And the moon radio I'm again I won't cry Oh darling, darling, say by me Say bye いや、もう先輩いいやろ形になっとるなっとるやろ昔を歌ったわ、これいいやろちょっともう一曲歌うわいや、もう、もう多分もしこれ聞きよる視聴者もライブバージョンだね、今のねそうそうそう気持ちよくなっちゃうもう一曲こっちがリクエストしてる壊れかけのレディオ、俺好きだった俺、徳永英明のファンやったの昔フロムシーサイドっていうラジオ俺毎週 録音して聴いとってん中学懐かしい知らんの徳永英明のファンやったん俺へえ。ヒデちゃん今あのファンやったん壊れかけのレディオで俺フロムシーサイドいつ時録音しとったで家帰ってきて懐かしいわあの徳永英明と太田なんとかのみたいなもうファンクラブ入ろうか思ったぐらいビデオえそれいつ何かしらあの中学生ぐらいや俺中学中学、うんうん、そうやね、うん、2年ぐらいで、1年やかなじゃあちょっと歌ってくださいあ、歌います壊れかけのレディオを何も聞こえない何も聞かせてくれない僕の体が昔より大人になったからなのかベッドに置いていた初めて買った黒いラジオいくつものメロディーがいくつもの時代を作って思春期に少年から大人も変わる道を探していた汚れのないままに遠ざかる目標のそば押し寄せる人並み本当の幸せ教えてよ壊れ壊れかけのこれはい、今のは徳永英明の俺らみたいなファンはライブバージョンしか聴かないから、作り物のやつは聴かんから、まあ、なんか最近俺聞いた2年ぐらい前に聞いたやつと似とる歌い方が、うん、あれがライブバージョンライブバージョンは壊れかけのレディーでしょライブバージョンはくぶれあそうそうそうかけのレイオーみたいな長いからやってみりゃ神に今のこっちもだいぶ恥くい書いたでこっちもだいぶ恥かいとるの歌ってみえ歌え恥ずかしそうだね。だいぶ恥ずかしかったよ。だいぶ無理したよ本当になんで俺がこんな苦手な歌を歌わないかんねんって元から歌うのがだいぶ我慢しちゃったねだから最後だけちょっと練習せえや壊れ壊れかけのかけのレイリボーンしまったねそれやんないとダメだよね今やってないですから今やりましたよ亀に、はい、今日のライブもなかなか結構今回特別バージョン頑張ってたやろああかっこよかったやろはいちゃうか
ほんと恥ずかしいわ、かっこよかったやろ。タミに分かった、今周りにいる、じゃあ最後に本音で答えるけど、この5人の中で一番ヤバいやつ誰や。俺か。ほんとか。お前喜べよ。あったあった、じゃあ帰りに付き合った時マジで本当にギッタギタにやるから、マジでロムリオスペシャルマジでガチガチ決めるから。やらない、ごめんごめん。ということで皆さんありがとう。